ね、これでちゃんと変わっちゃうんですね。本当に重い、うん、そこも重い重い、軽々と。電車を下から見てもらう。100台固まっていきたい。気をつけてください。すごいね。気をつけてください、かがまないと。はい、あの電車の下の方に入ってきました。隣の2番線の方に、黒い台車が4つ並んでたと思いますけども、あれと同じものです。ただこちらの方には走れる状態になってますので、モーターの方がついております。でモーターというのはこれ今蓋開いてます。このこれか、これがモーターになってます。こっちも同じです。1つの台車に2つついてます。普段整備士さんはこの人に戻ってモーターとかこういう各部品の点検をしております。はい、はい、シャリーってどうやって取り替えてるんですか。どうやって取り替えてる、ね、こういうボルトとナットとかでくっついてるのを全部緩めて外してます。ちょっと詳しくは説明するあれクレーンで持ち上げるんですか。あ、クレーン、あの向こうの方に、天井クレーンありますので、今出れば真上にある 2.5 トンまでのクレーン。1台で片方上げて取って、そうです、でまた片方取ってって感じ。そうです。一人でできるものなんですかね。補聴椅子みたいな感じ。いや、二人で操作して、うん、右側に座る人が、うん、右側の翼の開閉と、うん、前についてるフランジャーって、あの鉄板の上げ下げする人がこう両手でこう操作するんで、で左に座る人がウィングと、あの運転手さんと交信するインターホンで、うん、指示出しな、指示出したりも、常に2人ですね。本当にありがとうございます。これからね、落語会聞いていただきますが、ただいまご紹介に預かりました古今亭小町と申します。どうぞよろしくお願いをいたします。小学校4年生教室に集めて落語をやるというね、まあ、そういう仕事だったんです。でそういうところに行くとですね、必ずあの子供たちが鑑賞文書いてですね、文集にして送ってくれるんですよ。でそれ読むのが好きで、やっぱりあの子供の感性ってすごいなと思うんですけど、特に弘前の子供の感性はすごいです。弘前のね、小学校の子、かいたまを読みます。まず男の子です。この度は私どもの小学校に遠方よりお越しください厚婚礼申し上げます。小町様が名人になられる日も相当ないと思われますので、お体を気をつけて落語に励んでください。いくつだよで一番前に座ってた男の子You crazy! うるさい。しかもそこ